安芸高田市の石丸市長が4月からの新年度予算案で市観光協会への補助金を半減させたことについてコストパフォーマンスを検証した結果と説明しました。安芸高田市観光協会は神楽やサンフレッチェなど観光情報の発信や地元特産品の販売をし、今年度は市から1350万円の補助金を受けています。しかし市は補助金を半減させる新年度予算案を発表していました。今日の会見で石丸市長は理由について、財政健全化を進める中、市職員を派遣し協会の立て直しを図ったが、情報発信の面でコスパの改善が見られなかったことなどを挙げました。シンプルに言えば、安芸高田市の情報が、観光の情報がですね、どれだけ世に出ているかと、それらの効果を総合的に判断をしました。また観光協会側から、補助金半減の場合組織運営ができず解散する旨を伝えられたことを明かし、その場合主に市が役割を引き受けるとしました。